これで全部倒した。レンジ、そっちは？ああ、こっちもどうにか片付いたぜ。若、新手が近づいております。ジルダだ、数は3。またかよ、奴らどんだけ網を張ってやがるんだ。やるしかないな。くそ、補給する暇もねえ。なんとかやったな。けどこれじゃこの先持たねえぞ。船に戻ろう。どこへ行っても追っ手が湧いてきやがる。相当やばいぜこの状況は。あいつら異臭家の正規兵じゃねえな。金で雇われた連中だ。どれだけうようよしてるんだか。俺らだけじゃとても太刀打ちできねえ。ゴーキュッパやタマミんとこに連絡取ってかくまってもらうってのはどうよ。いや、おそらく通信も傍受されているでしょう。金星へも帰れそうにないし、八方塞がりですな。とにかく異臭家は予想以上に本気だってことだ。のんびり交渉材料なんか探ってる場合じゃねえ。これ以上の戦闘はまずいぜ。すぐに何か手を打たねえと。ウィスタリオもそう思うだろ。別に俺の考えは変わらないけど。けどお前このままじゃ死にしてる、溺してる。身を隠せそうな場所は見つかった？おお、隠れられるかどうかわからんがな。近い中域に回収中のコロニーが一つあるぞ。回収中って言ってももう何十年も放置されたままでな。ほとんど捨てられとるようなもんだわ。ならそこへ向かおう。待てよ、そこが安全だって保証はねえだろう。確かに警戒するに越したことはないでしょうな。絶対に安全な場所なんてどこにもないよ。そんなこと言ってたら何もできないだろう。行くって決めたから行く、それだけだ。ウィスタリオさん、大丈夫ですか？何か苛立っておられるような。俺が？そうかな。なあ、それより一層異臭家を利用してやりゃいいんじゃねえか。利用とは？つまりカチュアが形だけ後を継いで異臭家の実験を丸ごと乗っ取っちまうんだ。そしたらお前ウルズハントなんかやらなくたって金星コロニーを買い取ってよ。いや、絶対に。いや、形だけでも何でもお母さんを捨てた人たちの名前を継ぐなんて。いや、けどな。お母さんずっと黙ってたの、私に異臭家のこと。病気が随分悪くなるまで私に重荷を背負わせないためもあると思うけど、お母さん異臭家を守ってたんだと思う。異臭家の名前に傷がつかないように、変な噂が立たないように、自分をゴミみたいに捨てた人たちを守ってたんだよ。いつも寂しそうに笑うの、心から笑ったとこ私一度も。カチュアさん、あ、ごめんなさい。
わがままかもしんないけど、でもどうしても。カチャのせいじゃない、謝らなくていいよ。俺たちはカチャを渡さないために行動してるんだ。異宗教を継ぐなんて馬鹿げてるよ。回収中のコロニーに向かう。方針の変更はなしだ。おい、ウィスタリオ。カチャは絶対渡さない。前にも言ったよ、誰一人失いたくないって。待てって、罠を張られてたらどうするんだ。そしたらまた戦うしかないだろう。この船のことは俺が決める。従えないならブリッジから出てってくれ。ウィスタリオさん。若、そのような言い方をすべきではありません。船の長は独裁者ではないのですよ。分かってるよ、分かってるけど、でも違うんだ。俺が言いたいのは、ごめん、でも進路は変えない。コロニーへ行くよ。みんな自分にできることをして。ウィスタリオ。血とは面白いものだな、イスルギ。全く違った境遇に育ちながらも本質的な部分でつながっているのか。例の異臭家の娘ですか。ああ、面影だけではない。眼差しの中に潜む火のような意志の力、カルタのそれを思い出したよ。私が禁制であった少年と同行していたとは意外でしたが、彼女をこのまま泳がせておいてよいのですか。その方がむしろ望ましい。2ヶ月後に召集されるセブンスターズ会議、そこで跡取りをお披露目し異臭家の地固めをするのが沖縄ウロカの狙いだろう。その思惑を阻止して異臭家をこちらに取り込めば、ファリド家の発言力をより高められる。わずか2ヶ月ばかりの時を稼ぐのに今の状況はまさにうってつけだ。名もなき第三者に跡取りの姫が拘束されているという状況がな。しかしウロカも奪還の手を尽くすのでは。楔は打ってあるさ。忠誠心と正義感、それらはまっすぐで曲がることを知らない。ロンド・ブロン、あの男の危うさがうまくことを進めてくれるだろう。オキナ様、こちらが補充人員の候補リストになります。すぐに招集が可能な民間のものを中心にリストアップしました。他組織に属するものも含めています。構わん、とにかく可能な限り選定を急ぐのだ。カチュア様をお迎えするまでに全ての体制を整えねばならん。オキナ様、ロンド隊長が帰還しました。至急面会したいと。何？失礼する、オキナ殿。ロンド・ブロン、なぜここにいるのかな。下級の要件があり一時戻りました。カチュア様をお救いする任務を差し置いて下級とは、聞こう。
先刻私のもとへ匿名のメッセージが届きました。送信者の言葉によれば、海賊、マフィアなどいわゆる裏社会のめぼしいものを沖名殿が集め正規の部隊として組織していると。これは誠でしょうか？何かと思えば、その者がどのようにして掴んだ話かは知らぬが、部隊再編の計画があることに相違はない。それが何だというのだ？なぜそのような者たちが必要なのです？罪人まがいの輩を引き入れるなど、誇りある一周家の名に傷がつきます。貴公も承知しているであろう。カルタ様率いる地球外縁機動統制統合艦隊が逆賊鉄火団に壊滅させられたことにより、異臭家生え抜きの士官たちのほとんどを失うこととなった。その補充が急務であることは自明だと思うが。ならばこそ我々が日々厳しい訓練に明け暮れているのです。私の部隊では力不足だとおっしゃるのですか？カチュア様をお迎えした暁には速やかに当主就任の式典を大々的に催し、その事実を広く示す必要がある。新たな当主のもとに多くの臣下と武官が集い、その誕生をお祝いする。セブンスターズ第一席にふさわしい華やかで重厚な式典だ。私はその準備を進めているまで。そのような大切な式典に忠誠心も連度も低い即席の部隊を参列させるおつもりか？連度など、これは家の意向の問題だ。我が一周家は多くのものを失った。この機に乗じてファリド家が当家への干渉を強めようとする動きもある。我らはカチュア様を当主に担ぐと同時に、強固で盤石な組織のありさまを内外に示さなくてはならん。組織のありようは当主となるカチュア様が決められること。そのお考えも聞かぬうちに体制作りを進めるのはいかがなものかと。一つ間違えば組織を私物化することにつながりかねません。いらぬ心配だ。すべてはカチュア様のためにしていることが、それも2ヶ月後の会議に間に合わねば無駄骨となる。貴公の仕事はまず、それに間に合うようカチュア様をお連れすることではないのかね、ロンドブロン。元より承知しております。カチュア様は必ずこの手で。ですが、この問題については改めて話し合いをさせていただく。失礼。無人気取りが政治を分からぬ者とは話もできん。組織の私物化だと、この私を糾弾しようとでも言うのか？いずれあの男は一周家復権の障害となる。早急に手駒が必要だな。ん？何か？リストにあるこの男。そうか、ここでこの名を目にするとはな。ふさわしい仕事かもしれん。
至急この者に連絡を取れ。なあじいさん、ウィスタリオのやつなんか変じゃねえか。いつになく過敏になっておられるようですな。このままじゃまずいのはあいつだって分かってるはずだぜ。なのにカチュアの件に関しちゃやけに頑固でよ。若の頑固は今に始まったことじゃねえが、ただ今回は妙に意地っ張りだな。ここまではなんとか切り抜けてきたが、次も無事に逃げられるとは限らねえ。下手すりゃ全員の命に関わるぜ。なんだかんだ言ってもあいつはまだガキなんだ。いざって時は大人が仕切ることも必要じゃねえか。若はガキなどではありません。ただ何かご自分でも整理のつかない思いがあるのでしょう。今は信じて見守るだけです。けどよ。カチアは？カチアを見なかった？若、何事ですか？カチアの姿が見えない。どこにもいないんだ。船内を探したのですが見当たらなくて。ジョーちゃんならさっき外の空気を吸ってくるとか言っとったぞ。なんだって？ダメだよ、一人で出歩いちゃ。どこに追手がいるかわからないんだから。よかった、心配しました。あ、そうだね、ごめん。船に戻ろう。うん。ねえ、ウィスタリオ、私、ここにいてもいいのかな？え？だってこれ全部私のせいだし。違うよ、そうじゃない。カチアのせいじゃないんだ。これは俺の、俺たちみんなの。でもね、私がいなければウルズハントを続けられるし、こそこそ逃げ回ることもないわけだし。もし今私がこっそりいなくなったら、みんな元通りでうまく収まるんじゃないって。カチュアさん。まさか、そのために一人で船を出たんですか？そういうわけじゃないけど、なんか、いろいろ考えちゃって。最初にね、ギャラルホルンが来た時、私学校に行ってる時で、休学の手続きだけしてそのまま学校から逃げたの。友達にも先生にも、もう二度と会えないのかなって。それからあちこち逃げ回って捕まったりもして、こんなのが一生続くんだろうなって。母さん死んじゃって、
友達や仲間とも別れて、こんなのがずっと。あ、だからね、すごく嬉しかったんだ。ずっといていいよって言われた時。だってみんなすごくいい人たちばっかりじゃない？ビスタリオンもコルナルちゃんもデブナーさんもシニステルとデキステルもレンジーも、なんか家族みたいな、家みたいな。家族？わかります。私も同じように感じていました。皆さんと一緒にいるとぬくもりに包まれているような。そう、そうなの。不思議だよね、この間会ったばかりなのに。ここが新しい居場所になるのかもって思えたの。はあ。でもだから大好きな人たちに迷惑かけたくない。私がいなくなってみんなが幸せになるなら。そうか、そうだよ、家族なんだ。やっとわかった。え？ずっとモヤモヤしてたんだ、何が引っかかってるのかって。そうだよ、家族なんだ。家族だから渡せない、家族だから失いたくない。相手が異臭家だからとか、そんなの関係なかったんだ。家族を奪われようとすれば守るのが当然、そこに理由などないということですか？うん、そうだよ、いつもそうだった。自分を無理やり納得させて諦めてた。金星から友達が去った時、寂しいけど仕方ないって。でも本当はそうじゃなかったんだ。ウルズハントを始めて少しずつ仲間が増えて、本当に大切なものがあるって分かった。金星のみんなを家族だって思えてたら失わずに済んだのかもしれない。だから俺はもう二度と諦めない。何一つ諦めないんだ。ウィスタリオ、ごめん、よくわかんないよ。わかんなくていいよ、俺はわかってる。カチャのおかげでわかったんだ、ありがとう。変なの？笑ったね、カチャ。さあ、船に戻ろう。うん。それじゃあ行くよ。あ？異臭家の。若、お逃げください。船が異臭家のモビルスーツに囲まれました。G、こっちも囲まれた。カチャ様、お迎えに上がりました。どうか私たちと共においでください。言ったでしょ、そんな気はないって。私たちにはあなたが必要なのです。あなたは我が異臭家にとって大切なお方、誓って手荒な真似はいたしません。今のお仲間の方々も抵抗さえしなければ、当家の客人として丁重にお迎えしましょう。嫌なものは嫌、もう私のことは放っておいて。異臭家は当主にあたる方を失い、深刻な危機に瀕しております。
新たな旗頭のもとに組織を立て直さねば、家の存続すら危うい。カチア様の選択に多くの者の行く末がかかっているのです。どうか我らを助けていただきたい。助けてって、あなたたちは助けてくれなかったじゃない。お母さんを追い出して病気になっても何もしてくれなかったじゃない。カチア様、それはみんながみんなひどい人じゃないかもしれないけど、でもどうしても無理。私は異臭家の人間にはなりたくない。カチア様、どうか聞いていただきたい。私は横から悪いけど、カチアを必要なのはあんたたちだけじゃないんだ。もう返事は聞いたでしょ。引き下がってくれないかな。君はウィスタリオ・アファムだな。カチア様を保護してくれたことには礼を言う。だが大切なカチア様の身の上を君に委ねるわけにはいかんな。大切なのはこっちも同じだ。カチアのことは俺が守るから心配いらないよ。我らには異臭家300年の歴史と多くの者の未来がかかっている。君がカチア様を必要とする理由は何だ。君にあるというのか。我らの悲願と引き換えにするだけの大義がある。聞かせてもらおう。カチアは俺の家族だ。だから渡さない。家族だと。カチア様は代々受け継がれた当主の血を引くお方。異臭家こそがカチア様の本当の家族なのだ。君が言う家族ごっこと一緒にされては困る。ごっこなんかじゃない。俺たちは本当の家族になるんだ。何をバカな。待て、それはどういう意味だ。意味？あ、そんなの決まってるじゃないか。それは俺とカチャーが結婚するからだ。カチャーは俺の婚約者なんだから。それは、おいおいおい、あらあらあら、俺たちは結婚の約束をした夫婦になるんだ。カチアはアファム家の人間になるんだから、異臭家には諦めてもらうしかないね。結婚の約束？それってプロポーズ？え？わか、まだとんでもないことを。あんなこと言っちまって、嬢ちゃん真に受けちまうぞ。スタリオ、お前いつの間に。そうか、ガキだと思ってたが、お前もしっかり男だったんだな。こっちも真に受け取るわ。婚約者だと？ああそうだ、カチャは大切な俺の家族だから誰にも渡さない。
たった一人の家族を守れない奴に、みんなのでっかい夢を守れるわけないんだ。ミスタリオ、それが若のお覚悟ですか。もはや何も言いますまい。そのご意志のままついてまいります。ああ言われちゃやるしかねえわな。年寄り使いがあれよ。欲張りなやつだぜ。好きな女と仲間と夢と全部手に入れよってか。いいね、手に入れてやろうや、がっぽりとよ。アスモデウスで出るぜ。命が続く限り暴れてやろうじゃねえか。恐れ多くも異臭家当主となるお方の純血を許さん。もはや説得の時間は無駄。強行手段にてカチュア様を奪回する。船の乗組員は全員排除せよ。ダメ、やめて。ウィスタリオ・アハム、もう一度警告する。カチュア様を素直に渡せ。嫌だ。仲間の命を失うことになるぞ。いいのだな。いいわけないだろ。俺の仲間に手を出すな。貴様が招いたことだ。カチュア様か仲間の命か、どちらを選ぶ。みんな家族なんだ。カチュアさん、そんなの選べるわけないだろ。もう一度言う、俺の家族に手を出すな。愚か者め。展開中の全部隊に告げる。総員直ちにこの者らを。やめて。誰も動かないで。カチュアさん。カチュア様。カチュア、何を。私異臭家に行く。だからもうやめて。何言ってんだよカチュア。ダメだ、そんなの俺が許さない。ウィスタリオ、ありがとう。私のこと最後まで守ってくれてすごく嬉しかったよ。もう死んじゃってもいいくらい。くだから交代。今度は私がウィスタリオとみんなを守る番だって。それが家族じゃない。オキナ様、ロンド隊長から電信です。カチュア様の保護に無事成功したと。うん、大義であったと返信を。はい、良い仕事だロンドブロン。あとは速やかに退場願おうか。例の者と連絡は取れたか。それが興味深い報告が。こちらをご覧ください。うん、おお、自ら部下を殲滅しオムデンを見限ったか。相変わらずそこが見えんな。面白い。存分に働いてもらおう。諦めない。俺はもう二度と絶対にカチュアを取り戻す。